僕はカメラを始めた時からカメラからスマホに転送してすぐに SNS にアップするっていうのをライフワークに活動してきていました。細かく調整するってことはなくて、できればその素材のまま見てもらえるのがいいんじゃないかなっていうところで、ライトルームモバイル版を使っております。はい、富士山写真家の橋向誠です。今日はですね、普段やっているようなそのやり方というか、撮ったものをライトルームモバイル版のソフトを使って、でそのまま、SNS にアップするっていう流れを、ご紹介できたらなと思っております。はい、はい、では撮影した写真をですねスマホに転送するんですけど、普段は僕は普通にカメラから Wi-Fi で飛ばしたりするんですけど、今日はちょっともう 誰でも簡単に使えるような外部の機械で接続してやっていこうと思います。で SD カードを挿して、ここから写真をスマホに入れまして、でライトルームモバイルを立ち上げます。写真をスマホに転送しました。転送した写真がこちらです。はい、で、現像後の写真がこちらになります。でポイントとしては、写真全体にメリハリをつけていくというところですね。雲のコントラストだったり、富士山の、ね、コントラストだったり、この鏡の部分、リフレクションの部分を、こううまく持ち上げて全体的なバランスを調整していくということになります。はい、それでは始めていきましょう。富士山って空と富士山の明るさがね、こううまく調整できないので、暗めに撮影しといて後から現像で持ち上げるっていうイメージです。ライトの部分を選択していただいて、でまず光量を上げていくんですけど、まああんまり明るすぎてもせっかくのこのね雲の迫力っていうかこうねなくなっちゃうんで、まあ、ここは少しだけ上げて、そしたら次にまず先に湖面の部分をちょっと明るくしていきたいので、シャドウを上げます。まあ、ここもあんまりね上げすぎてもちょっとあれなので、少しにしていただいて、そしたら全体的にあれなんでちょっと白レベルも少し上げていきます。そしたら次にカラーを選択して、この色温度ですけど、センスというかバランス、青くするかオレンジにするかというかを調整して、色かぶりも少しだけ紫っぽい方にちょっと振って、なんか怪しさというかなんかそういう、まあこれはね自分の感覚なんですけど、にしていきます。次に自然なサイドを選択して、自然なサイドを上げて画面の色をつけていきます。次効果を選択して、ここでちょっと明瞭度を上げていきます。明瞭を上げることによって、このように雲のこう存在感というか、見てほしいところの部分がこうより際立つというところでしょうかね。この場合吊るし雲なんですけど、霞の除去を選択します。ただ霞を取るだけじゃなくて、こうなんか画面全体を引き締めたいなっていう時に結構使うのも全然いいんじゃないかなと思ってます。富士山のねこうなんかメリハリがつくんですよね。そしたら周辺光量補正を少しだけ振ることで、こう富士山によりこう視点がいくという感じになりますね。次にマスクを選択して、線形グラデーションを選択して、下に向けて湖面の部分だけをちょっと調整していきたいですね。まずライトを選択して、まあ光量だけ上げてもどうしてもねコントラストが弱くなってしまうので、まあここはちょっと控えめにして、次にちょっと少しシャドウも上げて、湖面のね暗い部分を少しだけ持ち上げましょう。上のバランスを見ながら、ちょっと明るすぎるなと思ったら
黒レベルを下げて調整します。そうすることで吊るし雲だけがこう浮いてるような感じになるので、どうしてもその湖面の部分っていうのがノイズが出てしまうので、ノイズ除去してもらうと、まあ、全体的になんか滑らかな感じになるかなっていう感じです。次に、もう一度、マスクを選択して吊るし雲をよりこう強調させるというブラシを選択して雲を指でなぞってください。でここで明瞭、なんかもう明瞭ばっかなんですけどね、明瞭を上げてよりこう雲の存在感を強調させるというか、こう怪しい雲になりますよね。ここは結構ね、吊るし雲を撮影した時のポイントにはなると思うんですよね。僕結構この辺はやっぱり雲、富士山よりも雲の存在を引き立てたいので迫力を出すというイメージですね。はい、これで全体的な、現像が完成になります。はい、これで完成です、はい、どうでしょうか。やっぱこういうね、吊るし雲とか怪しい雰囲気のものっていうのは何を見てほしいかっていうところがポイントになってくるので、そういった時にはこうよりこのコントラストとか明瞭度なんかを上げて雲に迫力、富士山にこう存在感を与えるようにした方がいいのかなと僕は思います。はい、終わりです。そうだ、よかった、最後に絞り出せた。何を結局ね、見せたいのかっていうところですもんね。それを言いたかったんですよ、ずっと。